年明けから春に至るまで、なんか全然覚えてないですね。もう春からとんでもないことが起こったっていうのもあるし、なんかそれ以前の数ヶ月間、今年の最初の数ヶ月間自分は何やってただろうなっていうのは、ライブやってて自分を好きでいてくれる人たちと顔を合わせる時間っていうのがあって、そのライブがまあ走り切る前に終わってしまったっていうのがね、そのすごく一つ、心苦しいというか無念な気持ちがあって、な申し訳なさみたいなものは今残ってますね、自分の中にね。夢ならばどれほど良かったでしょう。まあ既存曲というかレモンからこのアルバム始まってるわけですけど、いわゆるそのアルバム曲っていうか、そういうものはもう本当にツアー中に作り始めたんで、去年の年末はもうずっと嵐の曲を作ってたんで、だからまあそれが終わったらアルバムの制作に入ろうっていう形を取っていて、だからライブの進行とこう制作が本来被ってたはずなんですけど、でもライブがまあさっきも言ったように、未然に、ね、中止になってしまって、だから中止になった分、それをこう本来来てくれるはずだった人たちにお返しするっていうと恣意的というか、こっちの都合で申し訳ないなとは思うんですけど、でもその分すごく没入して、まあまあいいものになったんじゃないかなというふうには、今は思ってますね。というかもう音楽作るしかないっていう、そういう感じはありましてね、まあ、もう分かりやすく外にも出れなかったじゃないですか。だから自分にとって家の中だけで完結するようなことをやらなければならない。で、例えばツイッターだとか SNS だとかを見ていると、それはものすごい混迷極めるというか、そういう世界が広がっていて、やっぱりそこにこう引っ張られてしまうと、音楽制作もままならないなっていう、そういう予感があったんで、ある程度シャットダウンして、そのひたすら音楽と向き合うだけで、連絡を取るのはもう仕事の仲間だったりそういうものだけにして、だから結構こう友達たちにはね、いらん心配をかけるようなことになってしまったっぽいですけどね、それは申し訳ないですけど。アルバムストレイシープ、そもそもストレイシープっていうタイトルにするつもりは全くなかったんですよね。で、まあこのアルバムの一番最初は、まあ、レモンっていう曲から始まって、でレモンっていうものが、まあ、自分の手のひらの上からもう完全に離れてしまった曲があって、だから最初はそのこの3年間みたいなものをある種のストーリー仕立てというか、そういう風にこう音楽を作っていってるうちに、ここ最近のあの未曾有の新型コロナウイルスによる出来事があったんで、そうなった時にこう世の中がこう混乱している状態っていうのを眺めながら、自分自身音楽家としてどういう形を取ればいいんだろうかっていうのは、まあ自分なりに考えてはいて、でそういう意味でこう何が正しくて何が悪いのかっていうものが、誰もわからない状態 でそれでもこう日々生活を回していかなければならないっていう、本当に世界的にみんながそうなった中で、前考えてたような形で、アルバムを作っていいのかっていうふうに思った瞬間がどっかのタイミングであって、ああならストレイシープってタイトルの方が見つかわしいんじゃないかなっていうふうに思ったのが最初かもしれないですね。
その自分が音楽を作る上でもしかすると一番大事にしてることなのかもしれないですけど、果たしてこれでいいんだろうかっていうふうに迷う、なんかあるいは迷うために音楽作ってんじゃねえかなって思うような瞬間もあったりして、だから基本的に、まあ、いろんなスタンスで音楽作る人いっぱいいるとは思うんですけど、やっぱり自分は今どこにいるんだろうかとか、どういう人生を送ってきたんだろうっていうことを一曲作るたびにこう深く考えてしまうというか、でそれによって、まあ、自分が今ここにいるんだなっていうのを確認してからでないと、音楽というものそのものに真摯に向き合えないっていう、なんかそういう感じが基本的にあるんですよね。だからレモンとか出して、でまあいろいろ音楽家として肌から見ると順風満帆っていうんですか、そういう風に見えるかもしれないけれども、思うところっていうのは尽きずに、もしかするとそれがこう深くなってる部分もあったりするし、客観的に見た時の自分のそういう姿が新型コロナウイルスによる溝の混乱っていうものとどっかリンクする部分があるような気がしたんですよね。だから、まあ、何らかの意味があることなんじゃないか、意味を見出そうとしてしまって、そういうふうに思ったっていうのはありますね、はい、さっきも言ったかもしれないけれども、時代の流れだったりそういうものに対して今自分がどこにいるのかっていうものをちゃんと知っておきたいんですよね。じゃないと著しくこう人を傷つける存在になってしまうっていうのが、まあ、昔からそういう何かしらの恐怖というか、だからいろんな移り変わりとともに文化も変わっていくわけであって、規範とされる行いだとか倫理観だとかそういうものもまあ変わっていくわけでしょう。極端に言うとその昔は切腹っていう文化があるわけであって、それが何らかの誉れとしてごく当たり前のものとしてあったわけであって、やっぱそこから徐々に徐々に変わっていく中で、今には今の文化があって、でその文化にのっとりながら自分らは生きてるわけで、やっぱ文化っていうのは人間のそのパーソナリティだとかそういうものを形成する上でのものすごく重要な一部なんですよね。だから文化を否定してしまうと、その文化にのっとりながら生きてきたその人を否定することにもつながるんで、だから今自分がどこにいるのか、時代と遭遇ところにいるのか、もしかすると時代と全く逆行したところにいるのか、それはその時々違うとは思いますけど、とにかく今自分がどこにいるのかっていうのはちゃんと確認しておいて、そこからじゃあその時代に対してどういうふうに発信していくのかっていうのは考えたいですね。まあ不要不急って言葉は本当耳にタコができるぐらい聞きましたよね。まあそれもある程度しょうがないなとは思うんですけど、じゃあその人間の生活において必要最低限、本当に必要最低限なものを、突き詰めていきましょうっていうふうに考えた時に、音楽っていうのはまず最初の方にいらないっていうふうに、言われるものだなと思うんですよね。だから本当にこうまあこういうね未曾有の事件が起こった時に、自分みたいな存在っていうのは特にできることがないというか、それはあのライブが途中で終わってしまったっていうのも、大きいとは思うんですけど、面と向かって、一つの空間でライブを行うことすらできない、それはやっぱなんかじくじたる思いというか恥ずかしい気持ちにもなったりするんですけど、だからその上でまあ自分なりにやれることっていうか、しくしくと生きていくべきだなということをまあ感じましたね。TBS ドラマミウ404、アンナチュラルと同じチーム、監督、脚本、もろもろ同じチームで作らせてもらってるわけですけど、やっぱもう絶大に信頼がありますよね、アンナチュラルが、まあ、そこまで美しい物語になって、レモンがあんだけいいところでこうガンと出してくれて、やっぱその感謝っていうのがものすごくあるし、とても運が良かったなと思う。そういう美しいものを作り上げようとする人たちと出会えたっていうのが自分にとって本当に幸運なことであって、でまた今回はまあ
警察のね、その機動捜査隊のバディモノっていう意味で綾野剛さんと星野源さん、綾野剛さんとはまあプライベートというかそういうところで少し交流もあったりして、で星野源さんは結構自分にとってもこう無視できない存在というか、ものすごくポップスになってる人じゃないですか、あの人は。だからこう旗から見ててやっぱなんか同じようなことを考えてるんじゃないかなっていうふうにずっとなんとなく思っていて、その二人がこう主演するタイミングで自分が曲を作らせてもらうっていうのは本当にそれはもう美しい組み合わせだなと。制作シーンもそうだし、キャストもそうだし、そういうものがこうこういうタイミングで一緒になってそこに自分が関われるっていうのは本当にこう ありがとうございますって感じですね。そうだね。楽しいは楽しいですよね。やっぱすごく年々それが楽しいなっていう風に思えるようになってきたというか、ね、自分にとって大切なものっていうのが徐々に枯れとともに変わってきてるなっていう実感はあるんですけど、それでもなんかこうやっぱ技術によるものだなっていう風にも思うんですよね。変わっていこう変わっていこう、遠くへ行こう遠くへ行こうって言いながら、音楽作り続けてきましたけど、結局根っこの部分っていうのは変わんなくて、その変えられなくて、じゃあ何が変わったのかっていうと、まあ技術がついたっていうことなのかな。いろんな人と対面してその人と美しい瞬間を作り上げるためにはどうしたらいいか、でそれはある程度技術によって補えるんですよね。例えばものすごく簡単な会話だとか、こういう風にすれば相手は傷つかないし、でもしかするとこういう風に言うと相手は傷ついてしまうっていうことが繰り返していけばいくほど、だんだんその精度が上がっていって、こうキャッチボールするにあたってこうどのくらいの力でこう腕を振り抜ければいいのか、全身のこう動きがあるわけ で足はこういう風に踏み抜くんだとか、腰はこういう風に回すんだとか、そういうことがこう徐々に分かってくる。それによって昔は感じることができなかったようなところにまで接続できるようになったんですよね。だからこれはもう本当に一重に経験によるものというか、経験と加齢によるものだなっていうふうに思いますね。まあ俺も弱い30に近づいていくにあたって、で周りの人間たちがいろいろこう悩み出しているというか、で以前からあった悩みが老けているというか、そういう感じがするんですよね。いろんな人と友達と会ってる中で、そういう中でこう、じゃあ俺はこいつらのために何ができるんだろうかとか、いろんなことを考えるんですけど、でまあいろんなね、その聞かれさえすればそれに対して答えることはできるし、自分はこうやってきたっていう説明をすることはできるんだけれども、結局こう俺はこうやって生きてきたよっていうふうに答えたとしても、それは自分の人生であって、それがそっくりそのままその対面にいる人間に当てはまるわけではないじゃないですか。結局のところこうクリティカルなあの回答には至ることができない、でそれは自分の力不足なのかもしれないけれども、向こうには向こうの人生があって、そこに過度に介入することもできない、それに対する歯がゆさとかもいろいろあるんですよね。そういうことを繰り返していくたびに、自分はそういう奴らに対してどういうスタンスで接すればいいのかなっていうふうに思うと、やっぱ俺はこうやって生きてきた、俺はこうやって今までまあそれなりに頑張ることもあったし、でまたあのほほんと生きてきたようなそういう側面もあるし、いろんな形でこう自分は今こういうところにいる、それに対してお前はどうしたいっていう、そういうふうに投げかけることしかできないなっていう、なんかそういうのがこう日々大きくなるんですよね。でどうしたいだろう、お前はどうしたいですかって聞いた時に、結局それに対する答えって別にどうでもいいんですよね。でお前がそう思うんだったらそれでいいじゃないかっていう、あるいはそれはものすごく冷たい
く映るかもしれないですけど、でも結局やっぱそういう距離でしか俺は生きていけないし、そういう距離だからこそ美しいその友人関係っていうものは続いていくもんだなっていうふうに俺は思っていて、だからなんかそういう気分がこの曲にはものすごく強く出てるかもしれないですね。たった一瞬のこのきらめきを食べ尽く、そう二人でくたばるまで、そしてこうは僕らに祈りをまだ行こう、誰も追いつけないくらいのスピードで、それは心臓をさすがに奪うもの、追いかけ稲妻のように生きてたいだけ、お前はどうしたい、返事はいらない。菅田将暉、その3話の最後にこうちらっと出てきたんですけど、もう声で一発でわかりますよね。関西弁で、わあ聞いたことあるんだこの声みたいな、なんか結構俺も知らされてなくて、だ年末くらいにね彼と会ったりもしたんですけど、その時は何も言ってなくて、でもし年末くらいにしてたのとすれば言ってくれよって思う。なんだ知らなかったじゃねえかよってね。あ、それこそその星野源さんと菅田将暉と俺で3人で飲んでたんですよ。だからその時に決まってて俺だけ知らなかったんだとすれば、すげえなんかおいみたいな感じに。わかんないですけどね、決まってなかったかもしれないですけど、でもなんか嬉しいっすねそれはね。やっぱ彼とはまあ前のアルバムで、一緒に歌うところから始まっていて、でまあ今回のアルバムにも俺が彼に対して提供した間違い探しっていう曲のセルフカバーが入ってるわけで、で今回のその、身を読まれようにこう登場するっていう、だからなんかこう自分の人生を振り返るにおいてもうとても無視できない存在にはなってきてますね。それは本当にありがたいことなんですけど、彼と出会ったことによって灰色と青とか間違い探しっていうのは出来上がったわけであって、もし彼と出会ってなかったら絶対に出来上がってないわけであって、だから自分の音楽人生の中にもとても深くこう根ざしてる人間だと思うし、だからこれからもこう不思議な縁みたいなものが続いていくのかなっていうふうになんとなく感じてはいますけどね。間違い探しの間違いの方に生まれてきたような来ていたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかった「ふさわしくお会い合えることなぜどうか」「涙が出ること」「君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ」「その日から何もかも変わり果てた気がした」何度かそのセルフカバーっていう形で曲作ってますけど、まず第一に原作を元の曲を邪魔したくないっていうのがあって、その上でデモに寄っていった部分っていうのがあって、自分の声で歌ってデモ作るからこういう風かなみたいな感じで作ったバージョンがあって、でも彼が歌うんであればあこういう形じゃないなっつってやらなかった選択肢っていうのがあったんですけど、なんか自分で歌うにあたってそれが復活するんですよね。でそれはあの間違い探しもそうだし、パプリカもそうですね。風鈴が歌うためにこうちょっと書き直したメロディーとかがあったりして、パプリカちょっとメロディー違うんですけど、それはもうデモの段階にあったメロディーなんですよね。だから間違い探しもそのいわゆる B メロっていうんですかね、その B メロの部分
もうある種のこうデジタルクワイアというか、ああいうのが一番最初に作ったデモに入ってた方法なんですよね。だから自分が歌うんであればこうなるっていうところに帰ってきたっていう感覚もなくはないというか、無論それは彼が歌ってるから成立することではありますけどね。彼は本当に素晴らしいですね。で、同い年なんですよね。お互い今今年29で、で20代最後っていうタイミングで、彼は彼なりに20代を過ごしてきて、で俺の20代と照らし合わせた時にこう、最初の打ち合わせの段階で共鳴する部分がたくさんあったんですよね。これは多分同い年ゆえなのかなっていうふうにも思う。とにかくなんかこうものすごく共鳴する部分があって、なんかもう最初の打ち合わせの時点で、あ、これはものすごいいいものになるなっていうのが予感としてあったんですよね。で MV 撮るにあたってこう、まあそのいろいろある中で、その中でもこうなんか不思議な偶然というか、そういうものが立て続けにあったんですよね。その例えば関連のロケ地というか撮影した場所が本当たまたまドラマのロケ地と全く一緒だったりだとか、天気予報は本当は雨だったのに奇跡的にこう雨が止むだとか、あと個人的にすごくすげえ面白いなと思ったのが、撮影の合間に小説読んでたんですよね。でそれは筒井康隆の文学部ただの教授っていう、小説なんですけど、なんとなくペラペラ読んでたら、その小説の中に突然その豊島園が出てきてあ、今いるとこじゃんと思って、なんかこうそういう偶然が結構立て続けに起こったんですよね。でなんかこれはすごいぞっていう感じがあって、でそれは今まであんま経験してこなかったことなんで、あ、これは本当に素晴らしいものになるんだろうなっていう予感がもうたびたびこう巻き起こるというか、だから本当彼に頼んでよかったなと思いますね。見てたものが一緒っていうのはありますよね。だから俺はすごくその宮崎駿さんがとても好きで、彼のインタビューだとかドキュメンタリーみたいなのを定期的に見返したりするんですけど、その話が向こうから出てきたりだとか、あとまあ三島由紀夫とかその小説がすごく好きで前から読んでたんですけど、その話とかも出てきたりして、あ、その2つがなんか出てくるってすごいなみたいな風に思ったりとか、あとまあ彼は言ってくれたんですよね。その米津玄師というものは世の中の光を多面的に映し出すミラーボールみたいなもんだっていう、そういう風に見えるっていう話をしてくれて、でなんかそれがすごくこう腑に落ちたんですよね。自分が音楽を作っていく中でそういうことはよく感じてたんですよね。自分の音楽っていうのはいろんな世の光を映してるだけであって、光をこう反射して、それこそまあミラーボールでもいいし、で俺はそれは宝石みたいなもんだなっていうふうに思ってはいたんですよね。だからそれはこのアルバムにおいてもものすごく重要な柱の一つにはなってるんですけど、だから要は自分はこう光を乱反射して輝く、それは自らの力で発光してるわけではなくって、いろんな光をこう受け止めてそれを反射するっていう、だからそもそもこう生まれた瞬間から人間は何だろうな、球体として生まれるというか、まん丸な球体として生まれて、そこからこう成長していくにあたって、例えばなんかこう傷がついたりとか価値観の違いだとかに出会っていく中で、こうそれが球体ではなくなっていく、いろんな風に研磨されていくのか、あと摩耗していくのか、もしくは自分自身で形を整えていくのか、いろんな形でこう完全なる球体から徐々に徐々にこう形がかくばっていくというか、その中でこういろんな光が周りから入ってくるものを
乱反射することによって美しく輝いていくっていう、なんかそういうふうなことを昔からずっと考えていて、そこでだから奥山さんにそういう言葉を聞かされた時にものすごく腑に落ちたというか、ああなんかこの人はちゃんと俺のことよく分かってるなっていう感じもそこで感じましたね。カンパネルラはもう一番最後に作りましたね、アルバムの中で。なある種のまあ結論というか、このアルバムにおいて重要なことだとか、そういうものをこう残しておきたいなっていう欲求が最後の最後で湧いて、まあこういう形になりましたけど、な自分はどうやってこういう人間になったのかっていうことを証拠にもなく考えるんですよね。30の手前になって中学生みたいなことを、まあ、よく考えるんですけど、結局のところ結果論で考えるしかないんですけど、やっぱこうたまたまによることが多いなと思っていて、人間は生まれた瞬間は球体で生まれてきて、でそこから例えば生まれた国だとか、どの都道府県に生まれたのかとか、周りに誰がいるのかとか、あと親が誰なのかとか、そういうもので嫌をなくこう人生が定まってしまう部分っていうのはあるじゃないですか。ポジティブな部分もネガティブな部分も含めて取り返しのつかない事実ですよね。さっきの宝石の例えで言うと、自分なりにそうやって自分自身をこう整えながら、自己検査を繰り返しながら、自らを宝石として例えるとすると、自分自身こう葛藤を繰り返しながら、でまた粗い側面はこう自分で磨きながら、今までやってきたわけですけど、でも基本的な生まれた瞬間からの例えば10年間だとか、そういうものっていうのは取り返しのつかない事実であって、そこから逆算して自分はいろんな風に自分自身を、自分が輝くためにはどうしたらいいかっていうことを考えながら、形を整えていったんですけど、カンパネルラ作るにあたったもう一つ大きな要因があって、このアルバムは2年半から3年ぐらいの期間が空いたんですよね、前のアルバムから。でそれにこうはたと気づいた時に、あものすごく時間が経ったなと。3年つったら中学生が高校生になったり、高校生が大学生になったり、子供にとってはものすごく大きな時間であって、とてつもない時間ですよね。だからその間にこう自分の目の前からどれだけそういう子が通り過ぎていったんだろうなっていうことを考えるんですよ。自分も中学生の時に好きなミュージシャンだとか好きな漫画とかいろいろある中で、いまだに好きなものもそれはたくさんありますけど、でもその時だけ好きだったなっていうものも、それもまたそれなりにあるんですよね。だからそういう意味で自分のこと好きだった人間たちが興味を他に移して自分の目の前を通り過ぎていったりもしただろうなと、もしくはこの世からいなくなった子もいるんじゃないかなって、それは自分には預かり知らないところではあるんですけど、でもこの世からいなくなってしまった子っていうのもおそらくいるだろうと。だから3年間の間に、このアルバムにたどり着く前にどっか胸を抱えながらいなくなってしまったんじゃないかなっていうことを感じたりもするんですよね。だから俺はやっぱそういう奴らのことを覚えておきたいなというか、なんだろうな、自分にとってそういう奴らは想像の中の存在でしかない、本当にいたのかどうかわからない、あやふやな存在でしかないものなんだけれども、それを音楽にすることによって少なくとも自分の中でそういう奴はいたっていうことに形として残る、自分の中の傷として残るっていうことをどうにかして残したかった。だからこのカンパネルラっていう曲はそういう部分もあって生まれてきた曲であって、で自分の中のある種の食材というか、まあ、そういう人たちに対する祈りのような曲になってるのかなというふうには思いますけどね。
ルガンのメロで踊るスタチュー、時間だけ通り過ぎてゆく、あの人の言う通り私の手は汚れてゆくのでしょう。寄り添う今日に君は覚えていたい。プラシーボ野田洋次郎。ラッドインプスはだから高校生ですね。高校1年か2年かわからないですけど、もう本当うちの世代の人間にとってはとてつもない存在感を持っていましたね。だからそれに影響を受けた多くの一人のうちですね、自分で、まあ、彼みたいに美しい音楽を作りたいっていうその一心を持ちながら今までずっと音楽作り続けてきたわけですけど、それが2015年にその対バンイベントに呼んでくれるんですよね。それは本当嬉しかったし、そういう人が自分のことを認知してくれるまで、そういうところまで自分は来たんだなっていうことを教えてくれましたし、まあ、そこからだからこう定期的に飲みに行くような中にまでなることができて、で彼からやっぱ得るものっていうものはものすごく大きなものがあったし、本当にそれは感謝してもしきれないくらいのものがあるんですけど、だからこそそうなれた自分と彼とで何らかのこう楽しいものを作れたら、本当に子供の頃の俺に見せたいというか、お前は今そういう風にやってるかもしれないけど、そっから10年20年経つとここまで来れるんだぞっていうことをね、なんか伝えてやりたいみたいな気持ちはありますね、なんかね、だから本当みんな意外に思うでしょうね。意外に思う形としてプラシーボっていうのは出来上がってると思うんですけど、お互いやってきたことっていうのがこう明確にあるわけであって、そこのこのリンクする部分っていうものが多分肌から見えてるとすごく納得のいく形があると思うんですよ。でもなんかそれをやりたくなかったっていうのはね、ひねくれ者根性なのかもわかんないですけど、少なくともこのタイミングではやりたくなくて、だから洋次郎さんっていうのは、まあ、音楽からも分かる通りものすごく純粋で時に熾烈 でそういうものが美しくそのまま曲として出てるとは思うんですけど、だもう少しこう肩の力を抜くで、お互いにこうカラオケで歌ってて楽しいというかで俺あの人とやっぱ結構カラオケやったりするんですけど、一緒に、ね、UC の歌ったりとか二人ごと歌ったりとかで、やっぱああいう時の高揚感ってものが自分にものすごく根ざしてるんですよね。ものすごくこう尊敬してた人間と、まあ本当酒の席ですけどこういう風に肩を並べて歌えるんだっていう、そのこう楽しさみたいなものがもうずっと自分の頭の中に残ってて、だから自分の人生にとってはああいう形で音楽ができることは本当に必然、もうむしろそれしかないんじゃないかなって個人的には思ってました。だんだん恋になってく、ときめいてく、思いがけぬどんなランデブー。やっぱ自分の作った曲、自分の作ったトラックに、自分の作ったメロディーに、自分の作った歌詞にその彼の歌声が入るっていうのは本当なんかこうご褒美的な、今までまあなんだかんだ頑張ってきた自分に対するご褒美というか、そういう風に感じもしましたね。そのレコーディングの時に一言パッてこう発生した瞬間のその高揚感っていうものはやっぱもう何にも変え難いものがありましたね。カナリアは本当にこう新型コロナウイルスによる混乱が混迷極めてる時期に、いろいろこうミュージシャンとして何をするべきなのかっていうの
考えなければならない、継続的に考えていかなければならないことではあるんですけど、でもその最初、一番最初の段階で自分は何をするべきなんだろうっていうことを考えたんですよね。で、周りの人たち見てるといろんな形がある中で、自分にとって一番にふさわしい形って何なんだろうなって、やっぱそれは音楽を作ることであって、だから何らかのその形でそういう現状にあえぐ人間だとか、そういう人たちに対してあなたたちは、生きててもいいんだよっていうことを肯定できるだけの曲を作り上げる必要があると感じて、作り始めたのがカナリアっていう曲であって、でもえらい大変でしたね。それはやっぱここに変なエゴは入れたくなかったんですよね。ポップソングとして成立する形で聴いてくれる人の人生を肯定できるようなものを、作るためには、まあ不詳ながらやれることは一体どういうことなんだろうってことを考えながら、でも未だにこう不安ではありますね。その聴いてくれる人がどういうふうに思うんだろうっていうことは。いいよあなたとなら、いいよ二度とこの場所には帰れないとしても、あなたとなら、いいよ歩いて行こう最後まで。肯定してやらなければならない、肯定しなければならないっていうのはまず第一にあって、これだけ世界的なあの混乱が生まれると、もうどうしたって元の姿には戻らないですよね。まあこれから先ね、その新型コロナウイルスっていうものがどういうふうに影響を与えていくのかっていうのは自分にはまだわからないですし、あるいは誰にもわからないことなのかもしれないですけど、でも少なくとも前のような状態には戻らない。その間にいろんなものが失われて、それこそ職を失った人間もいるだろうし、それに絶望失望してそれこそ命を絶ってしまった人間もいるかもしれないし、元には戻らない、こう変わり続けていく世の中だとか自分自身に対して、こうそれを肯定してやらなければならないっていうのはすごく強くあるんですよね。不変不休のまま人間はいつまでも生きていくわけではなくて、どれだけ変わりたくないと願ったところで変わっていってしまうもんですよね。本当俗によく言われるのは、人間の細胞っていうものは7年間でアポトーシス繰り返して、7年経つともう全くの別人になってしまうっていう、いついかなる時も同じところに留まっていることは不可能なわけであって、でその不可能であるっていうことを強く認識しながら生きるべきだっていうのは思うんですよね。自分の生きていく上で、例えばその愛し合う関係性があるとして、いろんな愛の形がありますよね。友達でもいいし家族でもいいし、ね、そういう愛し合う関係性ってものがある中で、その対面にいる人間のことがこういうところが好きなんだっていう、それは何でもいいですよ。その顔でもいいし、ふとした仕草でもいいし、体型でもいいし、いろんな要素があると思うんですよね。好きでいる理由というか、でそれがいついかなる時もその人に宿ってるかって言ったらそうではないですよね。だからそこに固執してしまうと、やっぱりその対面にいる人間をそこに閉じ込めてしまうというか、あなたはこういう人だから美しいんだっていうことを押し付けるような形になってしまうから、そういう関係性っていうのはあんま美しくないんじゃないかなというふうに思ったりもするし、だから人と長く一緒に付き合っていくためには絶えずそれを問い直す必要がある。あなたは今はこういう姿である、でもそれがもし明日1週間後1年後どうなるかわからない、それがその宿してる属性っていうものが一瞬にして失われる瞬間もあるかもしれない。例えば事故にあって姿形が変わってしまったりだとか、そういう中でどういうふうに関係を続けていくかっていうのは絶えず問い直しながら、結局のところあなたは別にあなたじゃなくても構わないっていうふうに肯定することが、回り回ってその人を一番肯定することにつながるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
もしかするとそれはものすごく冷たい言葉に移るかもしれないんですけど、でもやっぱ原理的にそういうもんだなっていう、人と人との付き合い方っていうのは。だからその上で、あなたは別にあなたじゃなくてもいいけれども、でもだからこそあなたと一緒に、今は一緒にいたいっていうふうに考えることで、より美しい関係性っていうものは続いていくんじゃないかなっていう、そういうことをまあ表現したくって、カナリアっていう曲はできたかもしれないですね。人として変わったかどうか、どうだろうな、何一つ変わってないようにも思うし、とてつもなく変わってしまったんじゃないかなというふうにも思うし、それどちらもあるんですけど、でまあ自分を取り巻く環境っていうものは明確に変わりましたね。何かを残していかなければならないというか、これから生まれてくる子供に対してもそうだし、ね、今生きてるその若い子たちに対してもそうだし、だから何かを残していかなければならない。で自分の言動っていうものがそういう側面でこうある種のなんかこう力を持ってしまうというか、そこへのこう責任っていう言葉がものすごくこう意味をなすような立場に自分は来たんだなというふうに思いはしますけどね。だから永遠に苦しみ続けるんだろうなというのもね思いますけどね、時たまふと思ったりもするんですよ。その全部何もかも捨て去って、もうそれこそこう成功うどくの生活というか、社会と距離を保って日々悠々自適と生活していくような姿っていうのが羨ましかったりで、そういう方向に行ってみたいなみたいな欲求が湧いてきたりもするんですけど、あまりにもこう責任放棄というか、自分の身の回りには、いろんな人間がいるし、いろんな期待もあるし、で自分自身自分に飽きたくないで、自分に失望したくない、人を傷つけたくないし、だから自分がやれる限りは、そういうものも全部含めた上で自分なりに継続していく、こういう活動を継続していける限りはやっていくっていうことは、まあ腹はくくってますけど、でもその上でね、やっぱ自分もまあいい大人なんで、大人になるっていうのはある種の浅ましさみたいなものと、向き合わなければならない、そういうものを踏まえた上で作られた音楽に対して、昔の自分が好きだった人間たちっていうのは、大人になってしまったなっていうふうに、思うだろうけれども、でももうそれはそういうものでしょうがないというか、自分なりの美しさ、美しい姿っていうものが、ちゃんと地に足を根ざした姿っていうものが、その年齢ごとに生まれるわけであって、そういう自分を飽きたくないなっていうのはありますね。あるいはだからそのまんまずっと、例えば子供の気分のまんま奔放にやりたいことだけやっていく、それに対してこう瞬時もなく迷いもなく生活を続けていくとなれば、おそらく自分自身に飽きてしまうと思うんですよね。何一つ表現が広がっていかないから、同じことの繰り返しになって、また同じまた同じ、それの繰り返しで、いよいよ自分の作る音楽にも飽きていって、ひいて言うとそれはやっぱ音楽を続けていくことすらできなくなっていくと思うんで、だそれだけは避けたい。自分がやれる限り自分に失望することなく、自分に飽きずに続けていくためにはどうしたらいいかっていうのを考えると、それはもう責任を負うっていう、それに対して腹をくくるっていう、そういうところ以外に選択できるものはないですね。気の毒に生まれて汚されるあの子を、優しい人は言葉にするの難しいですけど、この曲作ってる間にすごくこう思ってたことっていうのがあって、
それは自分が小学生の時にその、まあ、道徳の授業ってあるじゃないですか。その道徳の授業の中で、まあ、あの虐げられる人のことを取り上げる時間があったんですよね。でそれは例えばいじめられる人だったり、あとまた差別を受ける人、そういう人たちに対してのこう、向き合い方というか、そういうものを学んでたんですけど、でその時のその教師が、まあ、差別を受けるような人たちっていうのは明確にいると。でその差別行為を働くのはそれは言語道断だし、またその差別をされている人間に対してかわいそうだとも思ってはならないっていう、そういうことを言ったのをなんか覚えてるんですよね。でその時に当時の自分はあのそれがよく分からなくって、だって現にかわいそうじゃないかと、その不当な扱いを受けて人間が現に原則として持ってるような尊厳というものを傷つけられながら生きていかなければならないっていうのは、それは本当に気の毒なもんでかわいそうだなって俺はすごく思ってたから、その一言っていうのがものすごく頭の中に残ってて、かわいそうだと思ってはならないっていうのは一体どういうことなんだろうかって。それがまた道徳の授業だったから、その自分には道徳心っていうものがないんじゃないかっていうふうに子供ながらにすごく悩んで、実はこうものすごく人の気持ちがわからない悪い人間なんじゃないかっていうことをすごく感じたんですよね。その折り合いをつけるのがとても難しかったなっていうことを、この曲を作ってる時にものすごく思い出して、だからそういう気分が優しい人ってそのこの曲にはものすごく強く残ってるかもしれないですね。あなたみたい優しくなりたい、正しくなりたい、嫌いになりたい、あなたみたいに優しくなりたい、正しくなりたい、嫌いになりたい、あなたみたいに優しくなりたいっていうのはその頃から強くあるかもしれないなぁとは思うかな。でもこの曲を世に出すにあたって、まあ、結構またそれも悩むことがあって、果たしてこの曲を世に出していいんだろうかっていうことをすごく考えたんですよね。でやっぱこの曲は明確にその虐げられる人っていうのが出てくるわけであって、現在進行形でそういう目に遭ってる人間がこの曲を聴くことによってそういう現状を思い起こすような装置として働いてしまうんじゃないか、それによってこの曲を聴いて人を傷つけてしまうんじゃないかっていう、そういう不安があって、だから結構ギリギリで悩んでいて、でまあ最終的にこう収録するっていう風に舵を切ったんですけど、自分の表現の欲求とそういうものを照らし合わせた結果、自分のやりたいことをやるっていうためにはそれは人を傷つけることにつながるかもしれない、それはもうでもこの曲に限った話ではなくて、やっぱ自分の主義主張だったり自分の表現みたいなものを世に出すっていうのは、それはもうみんながみんな完全なる球体として喜ぶようなものにはならないわけであって、確かにそういうことを考えることが年々増えてきていて、それを引き受けた上で、美しいものを作るっていうのが今自分がやれる最大限美しいことだなっていうふうに思うんで、だから責任は負いましょうっていうことですよね。ストレイシープ
お守り版アートブック版。そうですね、そのまあキーホルダーがね入ってて、でこれ結構好きなんですけど、音感キーホルダーというか、こう触ってるとその体温によって色が変わるっていう。なんかでも子供の頃に見覚えがあるんですよね。あります、こういうの。子供の頃にねこういうものを見た記憶があって、でもそれがどういうものだったかっていうのを全然覚えてないんですけど、でもなんかこう自分の指の体温で色が変わっていくっていう、なんかそのワクワク感みたいなものが結構自分の中に強く残ってて、なんかすごくいいですね。アートブック版は表紙をそのアクリル板使ってちょっとした透明感がありつつ工夫を凝らして、作り上げたんですけど、なんかねこれもいいっすよね。まあ今までのそのここ3年間で撮った写真、あのカメラマンの方がアーシアで撮ってくれた写真だとか、それのアザカットだとか、だからこの3年間で起こった出来事っていうのが情景的に表現されてるブックレットにはなっているなというふうには思いますけど、いろんなこと思い返しますね。だからこれ見てると通常版とかはクリスタルの部分がキラキラ光るっていう、なんかその遊戯王カードのキラカードみたいな、あのビックリマンチョコのそのキラキラしてる感じとか、なんかわかんないけど、やっぱこういう風に形として CD 作るってなった時に思い返すのは子供の頃のことなんですよね。手に取った時にあーすごいテンション上がるなっていう感じがすごくあって、子供の頃にね、さっきも言ったように、だからこの音感キーホルダーっていうのもその時のワクワク感みたいなものを元にしてあるし、振り返ってみると自分がこうやって CD する時ってそっから来てるんですよね。だいぶワクワクしたいっすよね。そのワクワクしたいし、してほしいし、こう開ける瞬間のワクワク感だとか手触りだとか、よりそれによって音楽を聴くっていう体験が豊かになるというか、やっぱ子供の頃よく覚えてるんですよね、その好きだったミュージシャンの CD 買いに行く瞬間とか。やっぱあれってこのフラゲ日っていうんですか、その1日前にはこう店頭に上がるじゃないですか。だからその1日前をちゃんと見計らって自転車漕いで行ってショップで見つけて、それ買って家に帰ってくるまでのワクワク感だとか、で包装を剥いて開けて歌詞カードをこう開いていく時のワクワクドキドキする感じだとか、そういうものを宿した形として、少なくともそれを宿したいっていうのが強くあって、その一助になれるように携帯にもこだわるっていう、まあずっとやってきていて、それがまあ今回も叶ったのではないかなというふうには思いますね。あー、ライブね、ライブっていうものがね一番今再現不可能なものになってますからね。その人たちと会いたいって気持ちはあります。その人たちとあの一緒に今日しか巻き起こせないような美しい空間を作りたいという、そういう気持ちもあって、いつか絶対その心の底から楽しいと思える時間が来ると思うんですよね。その時のためにやってるというとなんかすごく後ろ向きな言葉になるかもしれないですけど、自分のこと好きでいてくれる、その聞いてくれる人たちと面と向かって同じ空間で何かを作り上げたいっていう、その欲求さえあれば、あとは技術によってそこにすり合わせていくことが可能だと思うんで、まあいつになるか分かんないですけどね、その心の底から楽しいなっていうふうになるようになるには分からないけれども、あるいは一生来ないのかもしれないけれども、でも少なくとも続けていくだけの価値はあるし、継続してやっていこうとは思いますけどね。フォートナイト
でバーチャルライブみたいなのをやるんですけど、ツアーハイプが途中で未然に終わってしまって、それに変わる形になるのかどうかっていうのは分からないし、で明確に全く同じ役割になるとは思わないですけど、こういうご時世だし、実験的にバーチャルライブ、自分が 3DCG となって数曲かけてライブをするっていう、そういう形を試しにやりたいなというふうに思っていて、新しいことをやるにあたってそれ相応の不安もあるし、どういう形に落ち着くのかなっていうのは現時点で本当に未知なことだから、なんか楽しみではありますけどね。それを踏まえた上でまたブラッシュアップして、新しいことをやることによって未来への希望みたいなものを一つ残しておくっていうのは、とても生産的なことなんじゃないかなというふうに思っております。